ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。北東北編第2話お届けします。現在地は岩手県盛岡市の神子田朝市。前回の第1話でご紹介しました、この朝市のすぐ近くでこのオープニング撮ってます。今回のテーマは鉄道旅行です。慌ただしいんですけども、盛岡を離れまして主に花輪線と奥羽本線使って青森県の弘前に至る鉄道旅行をお見せします。で、せっかく盛岡に来たので、出発する前に盛岡冷麺いただいて弘前に向かいたいと思いますので、早速盛岡駅まで戻ります。盛岡駅戻ってまいりました。神子田朝市のある神子田地区からなんやかんやと道草して2時間ぐらいかけて帰ってきました。で、これから盛岡冷麺いただきに行くんですが、今回撮影の許可を下すったそのお店、盛岡駅から徒歩2分のところにあります。ここが焼肉と冷麺のお店、ぴょんぴょん屋さんです。11時からのオープンなのですが、早速行列できてます。ぴょんぴょん屋さんの店内に入ってみたら、自動受付のタッチパネルが置いてあって、一応僕5番目です。近くで待つことにしたので、おそらく順番が来たら呼び出しがあると思います。とにかく順番が来るのを待ってみます。なんとかぴょんぴょん屋さんから店内での撮影正式に許可していただきました。今いるところは4名掛けのお座敷席なんです。手早く盛岡冷麺いただいてすぐ引き上げる予定ですということで、特別にこの席に案内していただきました。見るからに美味しそう。盛岡冷麺は辛さを別辛、中辛、特辛、激辛の4段階選べるそうです。それではいただきます。店員さんからよく混ぜて食べてくださいというご案内がありましたから、よく混ぜていただこうと思います。結構麺が太いし、インパクトも十分です。こんなもんでしょうか。しっかりとした弾力と程よい辛さが絡み合って非常に食べやすいですし、食べ応えがある冷麺だと思います。しっかりと弾力があって美味しいです。これでは多分爽やかでまろやかな味です。これ幸せを感じる冷麺です。あっという間に完食してしまいました。本当に美味しかったです。それではごちそうさまでした。というわけで盛岡での心残りがすっかりなくなりました。心置きなく弘前向かいたいと思います。もう花輪線に乗ってしまいましょう。花輪線の乗り場、東北本線の乗り場から少し離れるみたいです。階段を降りた先にあるみたいです。花輪線こちらです。岩手銀河鉄道線と同じ路線になってます。岩手銀河鉄道の乗り場ありました。これから大館に行くんですけれども、大館の前に鹿の花輪に行かなければなりません。その鹿の花輪に行く列車は12時35分出発だそうです。現在の時刻午後12時10分なので、あと25分あります。余裕ですね。岩手ワンデーパス改札で確認していただいて中に入ってきました。
事前に把握していたんですけれども、この映像を撮った2023年5月2日現在、花輪線の一部区間で運休が出てまして、振り替え輸送があるので、途中からバスで移動することになります。完全復旧するのは2023年の5月14日からだそうです。駅員さんから聞いた情報なので間違いないと思います。のシートこんな感じになってまして、結構ふかふかだし、お給金もあって、バックパック背負っていても座りやすいです。午後12時35分盛岡駅出発です。JR 花輪線直通普通列車の風の花輪行きです。車内禁煙と携帯電話、スマートフォンのご利用マナーにご協力お願いいたします。午後1時大間駅到着です。ここから先が本当の花輪線になります。ご乗車ありがとうございます。JR 花輪線普通列車の風の花輪行きです。次は東大武家に止まります。次の阿仁幡駅がちょうど岩手県と秋田県の境界駅になるみたいです。阿仁幡駅到着です。チューリップの花壇があります。湯瀬温泉からは秋田県に入ります。カズノ花輪駅の2つ手前、八幡平駅に着きました。車窓を見てみると綺麗な花が咲いてます。終点、数の花は数の花はです。
んです。いい風景たくさん見れました。カズノハナまでお世話になったこの車両はまた盛岡に帰っていくようです。とわの里アントラカズノ秋田県カズノ市ということでチェック終わったんで2番線から翌方を出ます。わかりました。カズノ花輪駅、これが駅舎です。ちょっと面白いものを見つけましたよ。秋田県といえばきりたんぽ、この発祥の地はこのカズノなんだそうです。振り替えバスがこの2番乗り場から15時9分に出発します。そのバスに乗って小館駅に向かいます。特急大館駅入ります。特急大館駅に向かいます。午後3時14分、風の花輪駅を出発しました。どのぐらいで大館駅着くでしょうか。空席が目立つものの、カズノハナワ駅を出発した時は10名弱の乗客がいた車内も、大館駅に近づいた頃には僕一人だけになっていました。カズノハナワ駅出発からだいたい1時間15分、大館駅着きました。大館から弘前に向かう奥羽本線の次の列車、午後5時7分に出発します。現在の時刻が午後4時25分、到着予定時刻は17時59分だそうです。ざっくり42分かかります。目の前に鶏飯屋さんがあるんです。時間もありますし、買い物をしていきましょうか。機内地鶏の鶏飯買ってきました。弘前行きの列車が来る前に実食したいと思います。大館駅入りますが、この大館の町、渋谷の中堅ハチ公の生まれ故郷なんだそうです。改札を開けました。なんか大館駅って大規模な改修工事をやってるみたいで、で弘前行きが2番線らしいんです。だから陸橋を渡らなきゃいけないんですけど、ここだ、これです。この階段を上がって向こう側に向かいます。待合室誰もいないですね。機内地鶏の鶏飯、外側のパッケージを取り外すと、じゃーん、いろんなおかずとそれから目いっぱい詰め込まれた機内地鶏が入ってますよ。さあ早速食べてみましょうか。元々の映像素材に不具合があり、ナレーションでこの駅弁の感想をお伝えしますと、この比内地鶏の鶏飯は蓋を取った瞬間にほのかな醤油の香りが漂い、なおかつ噛めば噛むほどに地鶏の旨味が口いっぱいに広がって、とても美味しい駅弁でした。食べ終わりました。ごちそうさまでした。大館駅出発しました。大館駅に初めて乗ります。沿線の風景を楽しみながら弘前までの道中楽しみたいと思います。
石川駅着きました。この次が弘前です。12分、弘前駅到着です。盛岡を出発しておよそ5時間ぐらいかかったでしょうか。長旅終わって弘前でまた新しい旅が始まります。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価、そしてチャンネル登録お願いします。途中で代行バスを使うことになりまして、残念ながら花輪線を全て列車ね通し切るということにはならなかったですけれども、完全復旧するのが2023年5月14日ということで、この映像作品をご覧になっている時にはすでに運行再開していると思われます。花輪線利用させていただく機会があれば、全ての区間を列車で旅して存分に楽しみたいと思います。次回の北東北編第3話なんですが、弘前市の観光スポットを散策してまいりたいと思っています。ぜひ次回の配信も楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。